カワセミは、モノ書道が開発、販売している、MacOS 用日本語入力プログラム。2020年12月以降の現行バージョンの商品名はカワセミ3である。MacOS 用の日本語インプットメソッドで、プロプライエタリとしてリリースされている3種のうちの一つ。エルゴソフトのイーグブリッジユニバーサル2をもとに開発され、変換エンジンと一部機能を引き継いでいる。なお、 操作パレットなど搭載していない機能もある。2008年1月28日にイーグブリッジを開発、販売していたエルゴソフトがパッケージソフト事業から撤退。同年2月29日に同社の技術者2人が独立してエルゴソフトの親会社である公営からイーグブリッジユニバーサルにの金漢字変換エンジン及び一部のユーザーインターフェースのライセンスを受けて日本。 ご入力プログラムを開発。2009年10月26日販売。カワセミは、MacOS 10, 10 5レオパード以降 OS 10 8マウンテンライオンまでについてサポートした。2013年11月に OS 10マーベリックス10.9に対応し、OS 10, 10 8マウンテンライオン以降で動作する、カワセミニを発売した。ラクヒラによる手書き文字認識などを実装した。 2017年に、モノ書道が、エッグワードユニバーサル2の MacOS ハイシエラ10.13対応版を開発、販売するにあたって、イーグブリッジユニバーサル2の開発資産も取得した。2020年の MacOS Big s ー u は、カワセミ2の動作保証外とされ、同年12月に発売された、カワセミ3で Apple M1 を搭載する Mac と、MacOS Big s ー u に対応した。 カワセミさんは、MacOS カタリーナ10.15以降で動作し、ビッグスール、ビッグスールの次と合わせて3バージョンの MacOS をサポートする。以降、MacOS のメジャーアップデート2回ごとに、カワセミをメジャーアップデートする予定である。カッコ内の数字は、ビルドナンバーである。ありがとうございます。